はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。さあ、今回はね、このモジャのシェアリングね、この12インチのこのモッドを付け替えました。それで実際に使おうと思ったら、このシェアリングを認識していないので、なのでおそらく組み立てた時に、何か不具合があったのかなっていうことで、もう一回ね、ちょっとこれ分解してみます。で、もしかしたらなんだけど、これがね、こうパコって当てて線が2本あるんだけど、断線はしてなかったと思うんだけどね、一応ちょっと確認してみようかなと思います。ね。まあ本当ね、ちょっとショックが大きいんだけれども、まあ、そこしか思い当たるところがないんで、本当ね。うん、でもう一回ちょっとこれめんどっちいけども、もう一回戻します。これね、よいしょ。いやー、なんでかな、そんなに大変なのかなっていうね。まあ裏の説明が決めながら、こうサクッと簡単にできるのかなと思ったんだけど、そんなに精細なものなのかなっていう、まあちょっと衝撃を隠せない自分はおりますね。そんなわけで、またもう一回ね、この穴がないから、これ外すときにあれか、このここからこの横に、ちょっと待ってよ、これはプラスのドライバーだから穴がなくなっちゃったから、今度ここ外すときにこれやっぱ取らなきゃなんないから、これまためんどくせえ話だな。これ一生懸命頑張ってここからキュプキュプやったんだけど、これをまた横から押さえて取らねえとちょっとダメってことはね。ってことで、これをまたちょっと外すのがよこうかね。結構ちょっと大変だね。ある程度緩めたら手で回んねえかな。さすがにあのフレキシブルのこれが入らないぐらいの狭さなんで、これは結構ね、難易度が高いです。よいしょ、よいしょと。でちょっとでも緩めれば、ここね、ちょっとでも緩めれば手である程度回せるんだけど、いや、グリップが悪い。よいしょと。よし、取れた。このモッドをね、まず取らないとネジを外すことができないんだよね。これはね、今日は一日これだな。いや、でも肝心のシェアリングの本体部分がダメになっちゃってたらなんかやだな。本当、こんなにもろく壊れやすいもんなのかな。これでやっとここにアクセスができるんで。よし、押さえながらじゃないと壊すんだよね。よいしょと。もうコツが分かったからね。まあコツが分かればこっちのもんです。押さえつけながらグッとね。よいしょ。それでここのネジは2本外します。で、
繰り返して、よいしょ、ここをね外していきます。回んない。こう手でやったからな、最後な。手で締めたから、一回手で緩めないと、これ、外れなくなった。外れなくなった。よいしょ、おかしいな、あの、これ手でも回るはずなんだけど、これ、ニュートン。あれ、おかしいな。なんでいかなくなっちゃったんだろう。いいよ。回る。あ、ネジがバカになっちゃいました。ネジが壊れた。いやー、ネジが壊れちゃった。ホームセンターで探してこないと。うわ、これはもうテンション下がるな。ダメだ、もう穴が壊れた。ネジはそんなに剛性がないってことだね。ほらね。プレート部分は剛性があるけど、ネジはすぐに、あの、舐めちゃう。ああ、もうダメだ。外れない。困ったなぁ。ネジをちゃんとしたネジを使ってほしかったなぁ。剛性のあるものに。これ無理だよな、もうこれは無理だよ。参りましたね。おじいの重さ終わったな。一か八かかけたけどいかない。なので、ここがねもうダメです。あ、外して確認もできない。うわ、悲しいな。今度はこれ外れないんだね。あの、前回はこれ取っただけでボロってこれ取れたけど、ああ、終わった。おじいのモザが終わってしまったよ。いや、もうほら、ネジがバカになっちゃったんで、いや、これはショックだな。まあでもね、あの、こういうことがあるよっていうことを動画にすることによって、あの、気をつけてほしいね。うん、他の方にはね。ほんと、あり得ることなんで、ね。まあ、ネジがほんと、剛性がないから、あの、焼き入れしてないんだろうね、これね。すぐ舐めちゃうんで、
まあ本当もうどうにもならないんで、終わりました。いや本当申し訳ねえ、いや本当申し訳ないね。はい、ということで、もうネジが舐めちゃったんでお手上げです。この状態でね、申し訳ありません。終わりたいと思います。